ジスタートです。3、2、1スタート。さあ始まった日本の若きエース南野拓実、まず12番幸先よく抜いてきました。日本代表の中でも抜群の決定力を誇る10番いきました。今度はバー、作戦通り狙いを定めず枠内に打ち込んできています。13番いきました。3番もいった。3枚連続、難しいと言っていた上段を抜いてきました。11番も抜いた。さあ残り75秒、時間はまだまだたっぷりあります。南野拓実、お互いタッチで5番抜いた。今度は15番抜いた。難しい隅を連続で抜いてきました。気温4度、小雨が降る悪条件、ものともせず順調に的を抜いていく。ボールコントロールには定評がある南野拓実、6番抜いた。残りが5枚、あっという間に5枚、残りは50秒ある。パーフェクトも期待できる南野、2番抜きました。残るは4枚です。これはかなりのハイペース、初のパーフェクトなるのか。これは14番抜いた。残りは3枚、40秒。ちょっとここはタイミング合わないか。時間はたっぷりある。冷静に南野、やべ、ここは慎重にいきたいところです。柔らかいパス、4番抜いた。うわ、2枚か。これはいける。25秒、初のパーフェクト出るのか。これまでの最高記録、李忠成の13枚に並んできている。さあここから記録を伸ばせるか、日本の若きエース南野拓実。